はい、こんにちは。今日は、ストレスに関するお話です。早死にのリスクを高めるランキング57、中途半端な数かもしれないんですけれども、これはですねアメリカの調査なので、日本人である我々にどこまでハマるかっていうのは、微妙なところもあるかもしれないんですけど、確かにこれを見ていくと思い当たるなーっていうのもありますんで、今回は57ほど非常に多いので、一個一個紹介して解説していったらとんでもない時間になりますから、シンプルに淡々と紹介をしていくような感じでいきます。ただ前提としてこれに関しては、遺伝とかですね、あるいは体型を除いてライフスタイルですね、普段の皆さんの生活の仕方とか、心の状態、メンタルとか、それから、持ち合わせている性格、怒りっぽいとか優しいとか、そういうのに絞ってですね、遺伝体型を除いてライフスタイル、メンタル、性格に絞ってで、紹介していく57個の項目になっていきます。中にはこれ、うわそれがランキング低いんだとかですね、それはランキング高いんだみたいな、こう意外な結果もあったりしますんで、ぜひですねここに当てはまるものがあれば、それを逆転するためにどうしたらいいかということをですね考えるヒントにしていただけたらと思います。今回解決策だけじゃなくて、解決策は紹介せずに単に紹介だけになりますので、ご注意ください。ということで今日は紙袋をちょっと用意してますんで、すいません、57個はさすがに覚えきれん、英単語だったらいけるかもしれないですけどね、はい、ということで、第57位、母親の敵。56位成人期の、大人になってからの心理的逆境、職場でのいじめとかそういう感じですね、はい、それから、55位、協調性の低さ、人はコミュニティに属していかないと孤独の人ほど、早死にしやすいということですね。それから54位、友人との交流が少ない、これ55番目と一緒になってくるかもしれないですね。で53位、父親が幼少期に無職、経済的に苦労した経験があるということですね。それから52位、父親の低学歴、だから母親よりも父親の方が学歴に廃人のリスクというのはかかってくるという結果が出ています。それから51位、これはあんま日本人に関係ないかもしれないですね、宗教性の低さ、欧米諸国なんかってやっぱりキリスト教で、毎週日曜日にこう礼拝みたいなこともあったりしますから、日本人はね無宗教に近いみたいなところもありますから、そこらはあんま関係ないかもしれないですね。で50位、経験の開放性の低さ、ちょっとこれ言葉難しいんですけど、自分が体験したことをどれだけみんなに発信ができているかっていうことですね。それから49位、幼少期の転勤ですね、学校がどれだけの回数変わったか。それから48位、賃貸の履歴、借家なのか持ち家なのかっていうところですね。それから47位、父親の職業的地位の低さ、お父さん頑張って出世しましょう、私も頑張ります、はい。それから46位、達成感の低さ、これ意外に低いなっていう感じはしますね。やっぱり達成感を味わうっていうのはメンタルをこう向上させたりとか幸福度を上げたりとかっていうのは非常に大事なところではあるんですけどね。それから45位、家族が経済的援助を受けた、借金をしたとかっていう感じですね。それから44位、ご自身の低学歴。そして43位、収入の低さ、これに関してはいくらっていう基準がちょっと書いてなかったんでね、生活をするのにやっぱり苦労するレベルだとしんどいのかなっていう感じはします。それから42位、外交性の低さ、これに関してはその内向性が高い人がまずいのかっていうと別にそういうわけじゃなくて、内向性が低くても外交的に振る舞えばそれを外れるっていうような話です。それから41位、神経症への抵抗力低下、メンタルブレイクっていうところですね。それから40位、障害に対する認識、これは体とか心理的な障害ですね。それから39位、誠実性の低さ。38位、家族との交流の少なさ、やっぱり家族間、特に親子間の交流は大事です。それから37位、睡眠の問題、特に日本人に関してはこれ今アメリカの結果なんで37位っていうところで収まってるかもしれないですけど、日本人はさらに欧米諸国に比べると睡眠時間さらに低いですから、先進国の中でもダントツで低いですからね、これもっと我々は問題意識持った方がいいかもしれないです。それから36位が近所のトラブル、ご近所間のトラブルですね、よくあったりしますよね、はい。それから35位が生活目的の低下、なんで我々は私って生きてるんだろうみたいなところですね。それから34位が運動量の少なさ、はい、これはもう週に30分とか2時間とかのウォーキングをしたりとかっていうのは大事ですね。それから33位、近所との付き合いの少なさ、トラブルはないけれどもご近所さんとどれだけ頻繁にお会いしてるかっていうところも結構かかってくるみたいです。
それから32位孤独感、はい、そして31位内なる怒り、会社とか学校に対して不平不満を持っているのにそれを表に出せないと会社にぶつかっちゃいます。なので神沢直樹みたいに黙ってていただきたいで時々言うのも大事かもしれないですね。いいで、それから30位、近隣の安全性の低下、よくありますよね、わいせつ物陳列罪の人が出てきましたとか、包丁を持っている人が近所出没しましたとかね、うん、それから、29位メディケードの利用歴、はい、それから28位裕福度の低下、だから例えば、年収700、800万の生活をしていたのが、転職によってとか、まあ、とある理由で年収400万とか500万っていうこれまで使えてたお金が急に使えなくなると、廃人のリスクも高まりますよということですね。それから27位職業的地位の低下、これも28、27位っていうのは降格してお金も下がる、でかつですね会社の中でも権限も下がるっていうので、まあ、よりストレスが溜まって廃人しやすくなっちゃう、まあ、そんな感じです。それから26位楽観主義の低下、それから25位ポジティブ感の低下、25位26位に関しては、ポジティブな心意気っていうところが下がっていくとマイナスになってしまって、排除のリスクが高まりますよという感じですね。それから24位、絶望感、うわもう生きてても何にもねえだみたいな感じになってしまうと終わると。それから23位食料不安、食料不安は日本じゃなかなかないかもしれないですけど、やっぱり明日食う飯がないってなると不安に襲われてしまうので、まあ、排除のリスクに関わってくるという、まあ、そのところですね。それから22位アクティブ活動の少なさ、これは運動と違ってこのコロナ禍なのでなかなか外に出ていくのって難しいんですけど、自宅ばっかりにこもっている人よりも外に出てバーベキュー行ったりキャンプしたりとか旅行行ったりっていう人たちの方が、まあ、心身ともに健康体で長く生きられるという、まあ、結果が出ています。それから21位悲観主義、まあ、常にこうマイナスなことを考えてしまっているっていうのは長生きには良くないですよ。それから20位、シニカル、シニカルっていうのは、皮肉屋ってことですね。皮肉屋っていうのは逆に自分 その生活環境っていうのを生きにくくしてしまっているので、僕もどちらかというと皮肉屋なのでそこは注意しなくちゃいけないかなというふうに思います。それから19位友人との否定的関係、はい、まあ、マイナスな関係ですね。18位差別体験、まあこれは人種差別とかに関わってくるんですけど、我々はなんとかセーフかなという環境ではあると思うんですけどね、はい、それから17位怒りをあらわにする、おっとさっき内なる怒りってあるんですけど、内なる怒りの方がマシみたいですねっていうところで、なので怒りを土下座してください、やれー大和だーなんていう風にやってしまうと、どちらかというとなんか排除のリスク高まっちゃうみたいですね。暑い、部屋閉め切っててですね、今クーラーも何もつけてない状態でいます。部屋の中35度なんでね、この撮影が終わったらお水がボッと飲みたいと思います。はい、まあ、その話はどうでもいい。それから16位が子供の時の心理的逆境、まあ、いわゆる心理的虐待というやつですね。無視とか、それから、罵声を浴びせられるとかっていう経験はあまりよろしくないと。それから15位が子供とのポジティブの体験が少ないと、一緒に遊ぶとか、どこか出かけに行くっていう体験が少ないとまずいですよっていう話です。そして14位が不安をどれだけ感じるか、まあ、悲観主義に似たようなところはあるんですけどね。それから、13位日常的差別、例えばご近所付き合いなんかで、なんかいつも主婦の人たちはみんなでこう 4,5 人集まってるけど、自分がゴミ捨てに出てった瞬間ささ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 みたいなこう逃げていくみたいな経験をしていると、まあ、まずいかなというところですね。それから12位子供とのネガティブな交流、お父さん臭いから嫌みたいな、洗濯物分けてちょうだいみたいな、僕も将来娘に言われてそんなことどうしようかな、できる限りクリーンなパパを目指します、まあ、そんな話はどうでもよくってそれから子供に限った話じゃなくて、11位は今度は広がって家族との交流、ネガティブな交流っていうのがまずいと。それから10位がネガティブの多さ、まあ、これは体験とか、それから思考考え方とか全て含めてですね。そして9位がフードスタンプ履歴、これはまあちょっとアメリカっぽい話なので日本では無視してください。それから8位結婚したことがないということなんですよね、はい、まあ、独身の人よりも結婚している人の方がまあ長生き、万が一なんて言うんでしょうね、何か体とかにメンタルを起こったとしても支えてくれる人がいるかいないかっていう安心度が変わってくるんでしょうね、これに関しては。それから7位が人生の満足度が低いと、もうこれに関しては飽くなき向上心を持っているがゆえに、今の生活はダメだ、今の生活はダメだっていうことを思い続けていくと、もう排除のリスクが高めちゃうってことですね。心が満足しないとやっぱり心身ともに不健康になっていってしまいますから。
そして、6位が喫煙歴。何年くらいの喫煙歴がまずいのかって書いてなかったので、とりあえずタバコ吸うこと自体がまずいですよということです。それから5位に失業歴。まあ、転職は除きますよ。でも何もしないで仕事がない状態っていうのがまずいと。それから第4位が経済的困難。まあ、これ4位と5位はくっついてきますよね。困窮するとやっぱり人は廃人のリスクが高まるそうです。そして、第3位がアルコール依存症ということで、まあ、やっぱり酒は百薬の長なんて言われたりしますけど、ところがお酒ってやっぱり一滴も飲まないのと少量飲むのとだったら、やっぱり一滴も飲まない方が健康にはいいっていう結果はついに出たらしいですけどね、百薬の長ではなかったっていう結果が出てみたいです、はい、そして、第2位、離婚歴。結婚したけど離婚してくっついてたのが離れちゃったっていう方が独身でこうつなぐよりも廃人のリスクが高まるみたいです。ですからやっぱり恋愛は近いでしょう。僕これハートやったら気持ち悪いですねまあいいや、そして、第1位がこれはですね、もうズワー見ろって思ったんですけど、現在の喫煙と、要は今なおもタバコを吸っている人たちっていうのが一番廃人のリスクが高まりますよということで、もう近所でもこう駅まで歩いていく、その行き帰りの中タバコ吸ってる人とか見たらですね、もうなんかもうここじゃ言えないのピー音だらけの言葉をこうもうやりまくりたいっていう感じになるんですけどね、まあ、僕は大人なんでそういうことはしないですけれども、やっぱりタバコを吸うことが一番やっぱり廃人のリスクを高めるっていうことは、まあ自業自得だななんていうふうに思いましたけどね。皆さん57個の項目のうちどのくらい当てはまりますかね。当てはまらないという人の方がむしろ珍しいと思いますんで、逆にじゃあ今そういう例えば30位が自分当てはまるなとか15位が自分当てはまるなってなった時に、じゃあそれを克服するためにどうしていったらいいかっていうことを今日の、ランキングをですねきっかけにぜひ、やっていただけたらなというふうに思います。やっぱり人生100年時代と言われますから、特にその100歳まで生きるってなっても健康的に100歳生きるのと、70歳までは健康だったけど大病を患って残りの30年苦しいってなったら、やっぱり30年100年間健康で生きていく方が絶対いいじゃないですか。だった時にこういう57個のヒントっていうランキングっていうのをヒントに変わるきっかけをぜひ作っていただけたらというふうに思います。ということで、今日はストレスを大テーマに廃人のリスクを高める、57位のランキングということをご紹介していきました。最後までご視聴ありがとうございました。ということでまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さらバイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。